JNW をご視聴いただきありがとうございます。パーソナリティのハリントンです。今日も海外で話題になっている日本に関する出来事をご紹介していきます。9月14日時点でのコロナの新規感染者数は日本全国で6276人、最も多い東京で1004人となりました。1日の新規感染者数の最多は8月20日の25868人、東京の最多は8月13日の5773人です。収束に向かっているという意見と、まだ予断を許さない昨年の傾向からすれば冬にはまた増えるから今から備えるべきなどと意見が分かれています。世界を見てみると日本の感染者数、死亡者数の少なさは歴然です。日本のこれまでの累計感染者数は165万人、累計死亡者数は17000人、100万人あたりの感染者数は1万3000人です。全世界の累計感染者数は2億2680万人、累計死者数は466万人となっていて、最も感染者数が多い国はアメリカです。アメリカの累計感染者数は4220万人、累計死者数は68万人、100万人あたりの感染者数は12万7000人です。2位はインドで、累計感染者数は3331万人、累計死者数は44万人、100万人あたりの感染者数は2万4000人です。3位はブラジルで、累計感染者数は2101万人、累計死者数は58万人、100万人あたりの感染者数は9万8000人です。日本の感染者数、死亡者数がいかに少ないかがわかります。死亡者数だけを G7 諸国と比較しても、イギリス13万人、フランス11万人、イタリア13万人、ドイツ9万人、カナダ2万7千人と、日本の死亡者数の少なさは際立っています。今回、こうした日本のコロナの死亡者数の少なさを取り上げた記事が話題となっていました。ロックダウンもせず、先進国の中では最も対策が甘いにもかかわらず、死亡者数が少ない理由について、もともと衛生的な国だ、マスク着用に慣れているといった文化的な面や、日本を含めアジア地域の人たちには免疫があるのではないかといった意見はあるものの、それだけでは説明がつかないといった内容です。そんな世界も注目の日本人の謎に対して、海外からたくさんのコメントが寄せられていました。早速コメントをいくつかご紹介しましょう。興味深い記事だね。東アジアの国々にはコロナに対して確かに何かの抵抗力があるよ。今回のパンデミックについての最大の謎に関わる面白い議論だね。もともと免疫があるとか、肥満が少ないとか、文化によるとか、いろいろ考えられるよね。あと魚をよく食べるからビタミン豊富で健康度が違うとか。そりゃ空手の力と忍術の技のおかげだな。初期段階で全国レベルで学校を休校にしたり、中国からの入国制限をしたからじゃないかな。日本人は民族として優れているのさ。人種によってコロナに対する反応が違うからじゃないかな。台湾はすごく感染者が少ないでしょう。アメリカの人種別の死亡率とかがわかるといいのに。日本のコロナの死亡者数の少なさについては、日本でコロナ感染者が発生し始めた当初から注目されていました。 iPS 細胞でノーベル賞を受賞した京都大学の山中伸弥教授は、日本で死亡者数が少ないのは何か未知の要因があるのではないかと考え、その要因をファクター X と呼んでいます。そしてファクター X の候補として、遺伝的要因、 BCG 接種の経験、生活習慣、医療体制の充実、初期の対応の成功などを挙げています。新型コロナウイルスは、咳、くしゃみ、声を出すときに口や鼻から出る飛沫を他人が吸い込んだり、ウイルスの付着したものに触れた手で目や鼻や口を触ることで感染すると言われています。欧米人などのように挨拶の際にキスやハグをする習慣がない、コロナの前からマスク、手洗い、うがいの習慣がある、外出自粛要請に従順に従う国民性といったことも要因として挙げられています。また、日本は全ての国民を公的医療保険制度でカバーする国民皆保険を実現しているため、医者にかかりやすい、
都市部はもちろん地方での医療体制や公衆衛生が高い水準にあることも死に至るのを防いでいるという考えもあります。海外では後進国だけではなく先進国のアメリカでさえ医療費の負担が重く十分な治療が受けられない患者が多くいます。日本政府が感染拡大の初期にクラスターを集中的に追いかけて大規模な感染の拡大を防いだことが欧米と比べて感染者数が少なく重症者数や死亡者数も抑えられている要因だと考える専門家もいます。今回アメリカのニューヨークタイムズ紙は日本の死亡者数が少ない真の理由を発見したとの記事を掲載しました。それによるとコロナによる死亡者数が少ない国は大体が収入格差や社会的紛争の少ない国だということです。例えばブラジル、南アフリカ共和国、ペルー、ボリビアなど死亡者数の多い国は政情が不安定で社会制度も十分ではない中所得国が多い。一方で日本、台湾、ニュージーランド、シンガポール、ノルウェー、アイスランド、デンマークなど死亡者数が少ない国は政治的に安定している、社会的な信頼関係がある、所得格差が少ないといった特徴があるというものです。この投稿にはさらに多くのコメントが寄せられていました。日本人はみんなスリムだからさ、もともとみんな健康的でしょうというコメントや、人種の多様性がないからじゃないのなどといったコメントも見られました。そんな声をご紹介していきましょう。海外の反応。第1波の時は年齢が関係してるって言われてたけど、最新の調査では肥満が一番の要因らしい。日本人はみんなスリムだからだよ。日本人には肥満が少ないからじゃないか。マスクをする習慣があるし、肥満は少ないし、食事も欧米とは違うからじゃないかな。肥満予防の教育をちゃんとするべきってことかもね。医療費も大幅に削減できるし。アメリカに比べてずっと健康的でデブが少ないからなんじゃないかい。イベルメクチンを使ってるとか、日本人は肥満が少ないからとか、マクドナルドがあっちこっちにないからとか。コロナ禍で一番不満なのは、わからないことだらけだってこと。もう1年半も続いているのに。難易度高いのはわかるけど、生活への影響は破壊的だよ。一日も早く問題の解決を願います。豚インフルエンザと SARS で免疫ができてるんじゃないか。どっちもコロナウイルスの仲間だからね。ただ一言、協調性があるから、以上。科学だけじゃ感染は防げないかもしれないけど、科学教育とセットにすれば防げるんじゃないかな。もともと日本人はみんな健康だからだよ。アメリカの死亡者のほとんどは何らかの基礎疾患があるから。いくつか思い当たることはあるね。マスクが習慣になっている。もともと衛生的。味噌とか納豆とかの発酵食品を食べる。もともと日本人は総じて健康的でしょう。そのせいだよ。以前から日本ではマスクするのが普通ってのが要因じゃないの。この現実の中に何かヒントが隠れてるんじゃないかな。アメリカは共和党と右翼メディアにはすこぶる冷たいよね。アメリカ以外の国に移住したいよ。アメリカを出たら二度と後ろは振り返らない。集散主義がいいんじゃない。アメリカじゃありえないから移民でもして経験してこようかな。日本のようなことはアメリカ国内だと州レベルでも言えるね。バージニア州は協調性や集団の利益を大事にするよ。ワクチン接種率も高いし、死亡者数も一番少ない。死亡者数の少ない国には人種とか民族の多様性ってのはないのかな。宗教について言及していなかった気がするが、見落としたかな。特に福音主義とかそういうの。パキスタンも死亡率が低いけど、そこはどうなの。日本がほぼ単一民族で構成される国だってことを忘れてるよ。お互い似ている者同士だと大切にするらしいよ。日本には日本人しか住んでないからでしょう。
世界の全ての国で格差がなくなるなんてそんなのありえないよ。貧困に悩む国はたくさんあるからね。間違いなく日本では自分勝手は許されないってことだよ。ニュージーランド、台湾、ノルウェー、アイスランド、日本、シンガポール、デンマーク、ついでに韓国も含めるとみんな島か半島だよ。イギリス、オーストラリア、アイルランド、スペイン、ポルトガル、イタリア、ギリシャ、トルコ、チリ、インドも島か半島だけどな。所得格差の少なさを要因に入れてるけど、それが集散主義や社会的な信頼感に結びついているんじゃないかな。俺の国でももっと所得を平等にして団結と信頼がアップするのか試してみたらどうだろうか。俺の理解では所得格差は問題じゃないね。安定した所得を得ている中間層がフェイクに振り回されてる。アメリカには要求してばっかりのわがままな奴らばっかりだよね。これが現実だってことは世界のみんながもう分かってるよ。海外諸国に比べると日本のコロナ対策は総じて甘く見えます。それにもかかわらず感染者数も死亡者数も海外に比べてはるかに少ないのはやはり海外でも注目されているんですね。医学的な面や遺伝的な面だけでなく、所得格差や政治の安定性にも着目した分析が行われているのには正直驚きました。変異を繰り返しまだまだ謎が多いコロナウイルス、山中教授がおっしゃるようなファクター X が見つかる日が来るのでしょうか。コメントにもありましたが、一日も早く全容が解明され、ワクチンだけでなく有効な治療薬が登場することを期待したいです。さて、外国人たちの反応はいかがでしたでしょうか。よかったら皆さんの意見や感想もぜひ聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。